わざわざ大介です。アストです。ということでね、はい、今回はですね、グッドオンのね、やばいね、ちょっと T シャツ紹介したいと思います。はい、でこれね、9オンス、9オンス、めちゃくちゃ分厚い、ボットの中でね、相当いいことなんです。でここまでさ、こだわってたらさ、値段ってさ、絶対高いと思うし、ということでね、やっていこうと思うんだけど、まずまあグッドオンさ、ちょっと前、大体3ヶ月前ぐらいにね、紹介したんだよね。そう、したね。で、その時は、5.5 オンスの、まあ普通の T シャツ、グッドオンの中で言うと、まあ、定番って言われるね、そう、 T シャツ紹介したんだけど、今回はこのグッドオンの定番なんだけど、ちょっと違うんだよね、こんな感じなんだよね。そう、これ、で、これね、9オンス、めちゃくちゃ分厚い。分厚い ね。普通の T シャツがまあ6とか6だともうヘビー、あのヘビーなんだよ、そう、だから9っつったらやばいんだよ、薄手のスウェットでもぐらいなんだよね、ほんと薄手のスウェットって言っていい、で今回は半袖と、まあ、長袖だったんだけど、これねすごいね、生地感がこれラグランのね、ポケティになってんだけど、可愛いんだよね。そう、皆さんね、じゃあ T シャツ買う時どこ気にするのかな。どうだね、まあ、ね、生地感とかさ、 その、まあ、色とか、まあ、シルエットとかさ、やっぱいろいろあるよね。あるね、で今回まあ注目したのが、まあ、生地、縫製、シルエット、染色、この4段階、4つ、ね、まあ、気にして見ていくと、全部がすごいっていう、全部が素晴らしいですこれ、でまず生地なんだけど、これね、コットン USA って言われるコットン使ってるよね。そう、普通は USA コットンとか言うじゃん、でもそれはただアメリカで作った、まあ、コットンのことなんだけど、コットンの USA っていうのはアメリカでね作られたコットンなんだけど、その中でも国際綿花評議会っていう、コットンをね、その評価する機関があるんだけど、そこの基準をクリアしてて、しかも日本のね厳しい基準にもクリアしたコットンを使ってる。そう、だからコットンの中でも相当いいコットン使ってるよね。日本の中でも約60社しかね、このマークつけられないんだよね。そうそう、だからその基準クリアするのむずいから、60社しかね、その使えないっていうね、そのコットンを使ってるぐらいいいコットンを使ってます、で次に縫製なんだけど、縫製はね、ほんとね、まあ、説明がね難しくなっちゃうんだけど、コットンって、まあ、その洗うと縮むっていうかさ、熱を加えると縮んだりするじゃん、水を加えたりするとね。でそのコットンの縮みを全てね計算してそのパターン化してるんだよね、そう。でしかもコットンの難しいのがさ、取れる時期とその地域によってその縮み方が違うんだって、そう。だからそれに合わせて全部なんか作り変えてるんだよ、パターンを、ね、コットンによってね、でしかもそれだから時期によっても変わるから、多い時だとシーズンで2、3回買うんだって。すごいよね、半端ないことあるよ。普通はそのシルエットでさ、パターンでさ作るじゃん、だけど2、3回買えるってすごいよ ね。普通は多分ね買えないんだ、1回パターン作っちゃえば、もうずっとそれで作り続けるんだけど、でグッドオンはもうねこの状態で 100% 縮んでんだよ。そう、だからもうこれ以上縮むことがない。そう、だから買う前にね、もうサイズ表記のまま買えばね、そう、しっかり合ってくれるね、体にね、だからもうたまにさ買ってさ洗ったら縮んじゃってさ、もう合わないとかあるじゃん、それがないんだよね。そう、縫製してから全部こう T シャツの形を作ってから縮ませる、だからその全部パターンをねこう変えていかないとどんどん違うサイズになっちゃうじゃん、縮み率によって、だから変えていくっていう、すごいよね。すごいね。で次にね、すごいのがもうディティール、さっきもねちょっと言ったけどラグランなんだよね、ラグランだね。ここが肩が斜めになってて、これなんでかっていうとこれ分厚いじゃん、めっちゃ、でやっぱねその分厚いからちょっと肩がさ動きにくくなっちゃったりするんだけど、ラグランだとやっぱ肩がね動きやすい、まあ、後でね試着動画でも、まあ、見せるけど、やっぱスポーツウェアとかさ、結構野球のスポーツウェアとかもさラグラン多いんだけど、そうだ、ね、肩動かしやすいようにね、これもねそうなってます、でやっぱね普通のね T シャツもいいんだけどさ、ラグランだとちょっと可愛さが出るんだよね。そうだね、それもいいとかね、でしかもここ後でね、まあ、試着した時も見ると思うけど、ここがねちょっと前と後ろで長さが変わってんだよね。これなんでかっていうと、まあ、着た時にさここの子がちょっともたつかないようになってるらしくて、で着るとまあいい感じになるっていう、ものになってます、まあ、シルエットはね後でね着た時に見せようと思うんだけど、やっぱね日本のブランドだけあってめちゃくちゃね日本人に合ったシルエットなんだよね。そう、やっぱり違うんですよね、シルエットが綺麗なんだよね。そう、綺麗、
確かに縫製とかもこだわってるから、うん、ディティールがね、うん、ほんといいんだよね。そうで、やっぱアメリカのやつだとさ、たまにめちゃくちゃでかいとかさ、そうなんか日本人のサイズ感じゃない感じあるじゃん、うんうん、それじゃなくてやっぱ日本人に合ってる、うん、その感じがね、めちゃくちゃいい生地。すごいですね、ほんとだから生地はさ、やっぱ USA コットンのいい生地使ってて、うん、その縫製はやっぱりさ、うん、日本人のあのジャパニーズクオリティみたいにやっぱしっかり作ってるんだよ ね、うんうねうん、で、続いてすごいのが染色、うんうん、そうね、ここがやっぱり結構グッドオンと言ったらみたいなとこあるよ ね、 ね、でグッドオンって言ったらさ、うん、まあその染めがすごい、そうだ ね、 ね、ラト染めがめちゃくちゃ有名でね、うん、まあ言われてるんだけど、うん、グッドオンでもね、まあ、いろんな染め方やってて、うん、普通にまあ普段さ買うような黒とかさ紺の、うん、もう洗っても全然色落ちしない、うん、反応染め、うん、言われる、まあ、リアクティブダイとかもね、うん、言われる染め方もやってたり、うん、まあ、このうちらが買ってるそのピグメント染め、うん、顔料染めって言われる、まあ、染め方があるんだけど、うん、そのねピグメント染めがめちゃくちゃいいんだよね。そう、何がいいかっていうと、この変化していくんだよ。そう、色落ちしていく、うん、育てられるんだよね。そう、デニムとか、うん、そのうちらやっぱ服好きだと結構育てるの好きじゃん。そうだね、うんうん、だから T シャツも育てようっていうぐらい、うん、どんどんね色落ちしてかっこよくなるんだよね。そう、しかも当たりも出るっていう。当たりも出る、うん、まずさこれ新品なんだけど、うん、出てんすよもう。そう、折り目がね。そう、 5.5 オンスの時も、うん、まあ、うちら買ってきてるじゃん、うん、結構ね色変わってきてるよね。変わってきてるね、うん、いい感じにね、うん、色落ちしてきてて、うん、で 5.5 であんな感じなんだけど、うん、これさ9オンスじゃん、うん、もっと当たり出るっていう。そうね、楽しみなんだよねこれ、うん、めちゃめちゃすごいよこれ、うん、すでになんかもう結構すごいんだよね、うん、いい感じのさ表面がもうなんかいかつみたいな、そうかっこいいんだよね、うん、これがねどんどん育っていくっていう、うん、楽しみなんだよね、うん、でも分かるかな、見えないか、すごいよね。だってすごい、もうすごいじゃん、うん、でこれが前買ったさ 5.5 オンスのやつで、うんうん、まあ、色同じなんだよ一応。そう、ネイビーネイビー。そう、でも生地感が全然違う。全然違う ね、 ね、うん、こうアップでね見てもらって分かると思うんだけど、うん、まあもともとねその 5.5 オンスもうちょいねこの表面はね、うん、パリッとしてるような感じだったんだけど、うん、着ていくとねこんな感じに、うん、色もねちょっと薄くなる感じで、うん、いい感じになってきます。そうで、このね多分9オンスも多分ね着ていくとねどんどん良くなってくるんだよね。そうで、しかも、うん、これねさっきからまあもう後染めすごいしてるけど、うん、グッドオンってねめちゃくちゃ色あんだよね。やばいね、色展開が半端ない。半端ない。でこれはね色展開は、まあ、定番の色はもちろんあるんだけど、うん、そのシーズンごとにね結構新色とか出てて、うん、その流行りの色とかもね、うん、取り入れてたりして、うん、もう面白いんだよね。面白い。でしかもささっきから言ってるそのピグメント染め、うん、この色落ちするやつと、うん、そのリアクティブダイ、うん、その反応染めって言われるのがもう2種類ぐらいね、うん、まあ、両方あって、うん、自分の好きな方を選ぶ。そうだからその色落ちしたくない この色でずっと欲しいってやつは、うん、その反応染め選んでもらって、うん、こう自分みたいにねうちらみたいにどんどん育てて、うん、いい色にしていきたいヴィンテージっぽいね、うん、その T シャツにしていきたいって人は、うん、この顔料染め選ぶとねいいと思います。そうでこのね 5.5 オンス、うん、あの10年着れるらしいんだよこれ。やばいよね。そうで普通に、うん、その10年は全然着れるですよね。そう、うん、なのに 9.9 オンスか9オンスどんだけ着れるんだっていう。ほんと一生着れんじゃないこれ。そう、ね、それぐらいのやつ、うん、でこれ1個持ってたらもうずっと着れるし、うん、しかもほんと秋に向けて、うん、秋冬これめちゃめちゃ重宝すると思う、ね、めちゃくちゃ重宝するでしょこれ、うん、ね、うん、暑いまださ残暑はちょっと残ってるから、うん、時はこれ着れるよね。うん、着れるね。で、うん、もうちょっとねどんどんまた寒くなってくるから、うん、これね1枚だったら結構いけるよ。結構いけるよね、うん、ほぼだってスウェットなんだから下で、うん、薄いスウェットだから、うん、相当ね重宝しますこれ、うん、ということでね、うん、話してきたんだけど、うん、やっぱりね着た感じがね全てじゃん T シャツって、うん、だからねどんな感じかね見ていただきましょう。はい、
はい、ということでね、着てきました。はい、めっちゃいいね。めちゃめちゃいい。やっぱね、シルエットがいいね。ほんと、シルエットいいし、これはね、やっぱさ、9オンスだからさ、もうこれだけで着るもんだよね、ほんとに。そう、普通の T シャツとかのそのインナーってよりは、もうこれ着てればもう結構ね、生地厚いから結構無骨に見えるし、そう、でちょっとラグランで可愛いっていう、ほんといいよね。そう、でやっぱね、これ触ってほしいんだよね、みんなに。そう、触ってほしいんだよ、これ。で、それはほんとに触ってほしいから、その恵比寿にこのグッドオンのね、その直営店があるんだよね。でそこ行けば本当に触れてる。そう、触れてる一着とかね、できるから、やってほしいね、これね。やってほしい。さっきも言ったように色展開がすごいじゃん。で、まあグッドオンのね、そこの店行くと分かるんだけど、もうバーって色、そう、色めっちゃある。めちゃめちゃね、ハンガーにかかって、まあ見たら分かんないね、外から見えんだよ。そう、バーってなってるの。あれも圧巻されるよね。ほんと圧巻する、あれは。だから、ね、そう、ちょっと見てね、チェックしてもらえたいな。でも見れない方もね、そのサイトとかで色バーって載ってるから、それ見てね、どんな色かね、確認してみてください。はい、あと、この 5.5 オンスもさ、着てくとやっぱね、その着心地がめちゃくちゃ良くなってくるんだよね。めちゃめちゃいいね。これもね、今結構ごついじゃん。うん、で、まあバキバキなんだけど、まあその感じで、プラス多分着心地もね、どんどん良くなる。そう。ね。うん、あれだ、このリブの感じ、うん、これね、結構まあ伸びるように見えるんだけど、うん、全然なんて言うんだろう、伸びるんだけど、グッって感じ。そう、ここで止まるみたいな。だからほんとよれないよ、絶対よれないこれ、うん、一生よれないんじゃないぐらいの、うん、こんななんか、なんか頼りがいのあるリブないよね。そう、わかる。ね、すごいすごいな、うん、この袖の感じもさ、この感じすげえよ、パンパン音でわかんない、これなんないよ、普通パンパンパンってすごいよ。全然なんか頼りがいが半端ないんだよね。そう、全然もうずっと着れるだろうみたいな、うん、ね、感じで、うん、一度ね、多分ね、手に取ればわかんないな、この感じ。そうね、うん、この 100% 縮んでるからこその、うん、いい感じのね、うん、コットン感、うん、一度ね、手に取ってみてください、これ。で、ここまでさ、こだわってたらさ、値段ってさ、絶対高いと思うじゃん、意外に安いんですよ。そうだね。そう、うん、で、まあこれね、 5.5 オンス、9オンスとね、あと形違うから、まあ値段まちまちだけど、めちゃめちゃ安いんですよね。概要欄に一応ね、貼っときますんでね、よかったらチェックしてみてください。多分ね、 T シャツがね、一番びっくりする、これ安いってね、このこだわりでみたいな感じなんで、しかもこの T シャツだけのね、動画昔作ってるんだけど、まあそちらもね、見ていただければ、そう、これの良さ、わかるんでね、そっちの方がね、詳しく、まあ説明してるのかな。そう、これに、まあ、そう、作る感じは、染め方とかのね、方法はこっちの方がね、多分詳しく説明してるんで、よかったらね、見てみてください。はい、ということでやってきたんですけど、この動画がね、良かったと思ったらグッドボタンとね、高評価お願いします。で、あとグッドボタンと高評価あとね、Twitter と Instagram やってるんで、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。あと、チャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録もお願いします。では次のところでお会いしましょう。バイ。